ゴッドフリート・ミヒャイル・ケイニヒは、オランダ生まれのドイツ・オランダの現代音楽、電子音楽の作曲家。1926年にマグデブルクに生まれる。当初はデトモルトで教会音楽を学んでいたが、ケルンに電子音楽スタジオが設置されると、多くの現代音楽作曲家をフォローしたことで、国際的に著名である。彼が手伝った作曲家の中には、リゲ・ティジェルジュ。 フランコ・エヴァンジェリスティ、ヘルベルト・ブルーン、カール・ハインツ・シュトックハウゼンの名が見られる。一時期はドイツのケルンで教鞭を取っていたが、1964年にオランダに帰国して1986年までユトレヒト大学で教鞭を取り、そのロジー研究所の看板的存在であった。60年代に入ると50年代の制限音からアルゴリズミックコンポジションへ矛先を変え多くの、 作曲家に多大な影響を与えた。弟子にはトマス・マルコとヨハネス・フリッチュが含まれ、フリッチュはケイニヒの後を追って電子音楽に邁進した。現在は新作が発表されていないが、ファウ・バーラグから出版されたエステティシャ・プラクシスには2008年までの彼の論考が読める。近年にエディション RZ から次選集が発売された。来日を果たした。 生前のリュックフェラーリが一連のケルン学派を批判したことから日本ではほとんど知られていない。ありがとうございます。